リバリー・ジョーン、ベブオダは、カナダの政治家。第二次大戦中の1944年、日系人として抑留されていた両親の間に、日系三世として、オンタリオ州サンダーベイで生まれる。その後、トロント大学を卒業する。1973年に t v をオンタリオに入社し、その後、シティトブ、グローバル t v などで勤務する。 1986年からオンタリオ映画委員会委員、1987年から1993年までカナダラジオテレビ通信委員会理事、1995年から1999年は CTV テレビジョンネットワークの上級副社長、国務長官の政策顧問も兼任していた。長年カナダ進歩保守党でボランティアをしていたこともあり、2004年の カナダ連邦総選挙で保守党から立候補し、日系カナダ人として会員議員初当選を果たした。保守党ではカナダ文化遺産政策を担当した。2006年1月23日に行われたカナダ連邦会員総選挙において12年ぶりに保守党が政権奪還を果たしスティーブン・ハーパー内閣が発足した際、カナダ遺産大人権女性地位担当大臣として入閣。 日系カナダ人として初の閣僚となった。その後2007年10月、国際協力大臣に任命された。2011年2月にカナダ国際開発庁の署名済み文書の改ざんを指示したとされるスキャンダルが発覚、責任を問われた連邦議会での答弁で前言を翻すなどしたため、現職の閣僚としてカナダ史上初めて議会侮辱に問われた。 ハーパー首相は小田を支持し続けたが、下院議長は保守党に対し議会侮辱を行ったとの判断を下した。7月3日、辞職を表明した。セダは1992年にも、ベトナムの第二水力発電事業において、反政府ゲリラフルロの活動地域であるのに、世界銀行と共に事業支援を決定。1999年にゲリラ問題が発覚し、 支援を中止し、日本の国際協力機構に肩代わりさせたなどの不祥事がある。オンタリオ州ダラム選挙区から選出された。クレリントン、スクガーグ、アクスブリッジ選挙区。ありがとうございます。